昔よりも早起きもに特別な日が始まるの。いつも以上にハイテンション、鏡の前で微笑んで、好きなものだけカバンに詰めるわがままサンデー。今日も明日もまだ知らない私がいる。顔を上げて前を向いたら見せるよ、最大スマイル。担当士の桃香です。よろしくお願いします。桃香ちゃん。
マリオパルさんと星野水です。よろしくお願いします。すずちゃん。はい、森ライトさんの宮崎ゆめです。よろしくお願いします。ゆめちゃん。はい、カールホワイトさんと萌野里奈です。よろしくお願いします。萌野。はい、今日はこんな感じでメンバーで頑張っていたんですけども、私たちチリスはですね、毎週末福岡の市内とかでよくライブをさせていただいてもらっているんですけども、実は SNS の方の活動もたくさんしています。皆さんがよくやってると思うんですけど、 Twitter とか YouTube とか皆さんでも簡単に見れるようなね、携帯を使って見れるようなアプリで活動しているので、よかったらチリスで検索して皆さんチェックしていただけると嬉しいなと思います。そしてですね、初めましての皆さんにちょっとご協力をしていただきたいことが一つあるんですけども、私たち今ね、ショールームっていう無料で撮れる配信アプリを使ったやつのイベントのクリスマスマーケット2017って皆さんご存知ですか？博多駅前とか県人市役所前で行われてるんですけども、そのイベントのライブ出場権をかけたイベントに今参加しています。そしてどなたでもね、このショールームっていう配信アプリ、無料配信アプリを使ってご覧になれるしていただけるので、よかったら選手の、ね、応援をそれでしていただけると嬉しいなと思います。そしてちょっとババって言っちゃったんで分かりにくかったと思うんですけども、私たちチリスはホームページもあるので、気になった方はね、よかったらチェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、今日はツイッキツ航空祭ということで、萌野さん、はい、どうでしたか？さっきお散歩に行ってらっしゃいましたけど、はい、先ほどですね、この僕のすずさんと一緒になんか飛行機をね、めっちゃ見たんですよね。だからめっちゃね、なんか半分になんか飛行機が飛んだりとか、すごいすごい、なんかこんな素敵なイベントにね、とても多いですし、はい、そして ね、この後はですね、ブルーインパルスも飛ぶということでね、私たちもすごくすごく楽しみにしてます。はい、なんでね、皆さんも最後までね、ぜひぜひ航空祭をぜひ楽しんで帰っていってください。今日はね、たくさんの人にこう、ね、出会えたと思うので、よかったらね、さっき言ったチェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、じゃあ、よかったらね、もう最後までイベントも楽しんでいって帰ってください。以上、シリスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。